本日はですね、ノースフェイスのショートスリーブ GTD ロゴクルーの紹介をしたいなというふうに思います。でそちらがですね、こちらになるんですけども、まあ、ご覧いただいた通り、全然ファッショナブルな感じのイメージはなくて、もともとランニング用の、シャツっていうところなんで、そのまあ機能的なところの方がメインかなと思うんですけど、まあ、僕は、ランニングのジム以外にも、まあ、今度野球をするので野球の時も着用しようかなと思ってるんですけど、まあ、そういうところの使えるっていうところの話をしたいなというふうに思います。まあ、僕が思うに4つの特徴があるかなと思うんですけど、ちょっとしてはハニカム構造っていう構造になってるんですけど、まあ、それがどういうことかって言ったら、ハニカム構造っていうのが蜂の巣っていうことなんですけど、蜂の巣ってまあこう画像出してると思うんですけど、こういう六角形になってると思うんですけど、それと同じような感じで、これの生地も六角形の生地になってるので、その分強度もあってなおかつドライ感もあるっていうところになってるので、もともとランニング用っていうのはランニングしてる最中に着替えたりできないので、いかにこの1枚で長時間着れるかっていうのを考えられてるので、まあ、強度があってなおかつ通気性もあるっていうのがハニカム構造っていうところで、まあ、1つ目の特徴がそこかなというふうに思います。2つ目の特徴というのが、通気性がいいっていうところになってて、まあ、生地がですね、とても薄くて後ろがもう透けてるぐらい薄いような素材にはなってるんですけども、まあ、その分通気性が良くて、まあ、ランナーの人とかが、まあ、1枚で着てても、まあ、真夏でも全然通気性があるので、まあ、風を感じながら走ることができるっていうところで、実際購入レビューを見ても、まあ、通気性がいいですっていう声が多かったので、まあ、実際そうなんやろうなというふうには思います。で3つ目なんですけど、まあ、これが一番僕の中ではいいなと思うところなんですけど、ポリシン加工があるっていうところで、まあ、ポリシン加工っていうのは何かっていうと、まあ、こういう洋服って何でもそうなんですけど、実際濡れた時って一番菌が繁殖してる状態で、まあ、例えば生乾きとか、あとまあランニングとかでもずっと走っててほったらかしてくると汗の匂いとかがどんどんしてくると思うんですけど、その菌が長時間ほっとくと繁殖してくるんですけど、繁殖を抑えるような加工をされてる、それがポリジン加工っていうんですけど、それによって要は、まあ、着てても匂いが気にならないっていうところになってるので、まあ、ランニングで例えば2時間走ってもらったりとかしても、まあ、汗が匂いが気にならないようになってますし、まあ、それ以外にも普通に洗濯とかして、どうしても化学繊維のものっていうのはナイロンであったりポリエステルであったり、こうどうしても匂いがついてきちゃいやすいような性質かなと思うんですけど、これに関してはそういうポリジン加工っていうのをしているので、あんまり匂いがしにくいっていうのが一つ特徴かなというふうに思います。で次の4つ目の特徴なんですけども、 UV ケアをしているっていうところで、まあ、紫外線の 85% をカットするっていう感じになっているので、まあ、もちろんランニングはそうなんですけど、まあ、それ以外の屋外のスポーツとかの時にも着用してもらっても、まあ、全然通気性もありますし、あとまあ速乾性もあるし、あと頑丈やし、で匂いもしないしっていうところで、まあ、ランニング以外でも着用できるんかなと思って、僕は今度の草野球の時にこれを着ようと思ってるんですけど、まあ、そういう風にまあ着ても使えるんかなという風には思います。でサイズ感なんですけども、こちらのサイズ感が少しタイトめな作りになってまして、やっぱりランニング用っていうところで結構タイトめにはなってるので、僕は普段 M サイズを着用してるんですけど、まあ、これに関しては L サイズを着用してるという形になります。はい、ではですね、そちらの方を見てもらいたいなと思います。ではどうぞ。はい、という感じで、見てもらいました。まあ、サイズ感的には、まあ、多分 L でジャストかなっていう感じやと思うので、まあ、サイズ感は自分のいつものサイズよりちょっとワンサイズ上がいいんかなというふうに思います。で他にカラー展開はですね、5色展開してますので、まあ、またそれも気に入った色あれば購入してみたらいいかなと思うんですけど、他の色はやっぱりランニングに特化してるので、どうしてもちょっと蛍光色っぽい感じとか、いかにもランニングっぽい感じになってるんですけど、まあこういう黒とか、あと白とかネイビーとかは、まあ、また比較的他のスポーツとかでも着やすいんかなというふうに思います。で最後に値段なんですけども、こちらの値段が税込みで4644円っていう値段になってます。では本日はですね、ノースフェイスのショートスリーブ GTD ロゴクルーの紹介をしてみたという動画になります。以上、ありがとうございました。